はいゲームコレクターの酒館です。本日は、えー、と2020年2月13日作艦学院ゲームコレクターアブスタートです。ということでまあ、本日の予定ですがまあ、熊野プーさんというところでねちょっと話をしていこうかなと思います。で最後に、えー、と本日の記念日ゲームですね。ていうかねその前にねちょっと昨日今日と昨日今日はいないか昨日ねちょっとまあ面白い話をいただいてまあ 面白い話をいただいたんだけどちょっとえや,いや緊急に悩みを考えなきゃいけなくなってなんか悩みあったかなってまあそんなことを考えていますがまあこのことについてはまあ後日話すことになるかと思いますでえー、っとねえー、っと熊野プーさんってねまあゲえー、っとまあ原作がありますけどもまあゲームとしてね登場したのはねえー、っとこちらね ゲーーームボーイカラーですね集めて遊ぶ熊のプーさん森の宝物こんな感じでねあの登場しています、まあ、顔が、ね、ドドーンとでかくてねあのなかなかインパクトがあるような感じですねトミーですね発売元はこうでまあ裏面プーさんと一緒に100エーカーの森を探検しよう いろんなゲームをクリアして森のマップを完成させようという、まあ、ミニゲーム集みたいな感じのノリですねで開発元がディズニーインタラクティブで発売元がトミーというね、まあ、そういう商品になってますなかなかインパクトありますねなんかディズニー作品っていうとこうファミコン時代からこういろんなゲームとして登場してるけど熊野プーさんに関してはこう多分これディズニーの ディズニー半径になったことの絡みかもしれないけど、ここまでないんですよね。少なくとも家庭用ゲーム機ってカテゴリーで、その、熊野プーさん、単独のこのコンテンツじゃないんですよね。うん。なかなか不思議だと思います。おっと、ちょっとニュースをね、一個読んでいこうかと思います。まあ、ちょっとガラッと変わるかもしれないけど。えっ、ー、と、3経ニュースのね、えー、っと、 2月12日のやつですね、えー、と習近平氏の北京視察伝えた直後に、武漢へ行け、人民日報、アプリ配信で巧妙批判か、なかなかこう、まあ、ちょっと刺激的な感じなんですけども、まあ、ニュースですね、えーと、武漢へ行け、中国共産党機関紙、人民日報が通信アプリ、微信っていうのかな、に配信した記事の見出しが国内外で注目を集めている習近平国家主席による。 え北京視察を伝える記事に続いて別記事にこの見出しをアップしたためだ新型コロナウイルスの感染対策で自らの失脚を強調する習,習氏が未だ被害,者が被害が深刻な、えー、湖,湖北省武漢に訪れていないことへの、えー、巧妙な批判ではないかと憶測を呼んでいるとこれなかなか、ね、大変なことなんですけども、ねまあ、あのとりあえず僕はあの プーーさんのゲームのゲム説明を続けようかと思いますでプーさんのゲームがねその後どういうところで出てくるかっていうと次がねこれかなえっ、ー、とはいえっ、ー、とこれプレイステーションで出てたキッズステーションシリーズのね1個なんですけどえっ、ー、と熊野プーさん森の仲間とワンツースリーキャラクターコントローラーセット、まあ、ソフト単品も多分売ってたはずなんですけどこれはキャラクターコントローラーとのセットになってます まあ一応ねこうキッズステーションっていうのはまあなんだろうこれはねまあバンダイがこう取りまとめてるのかなバンプレだったかなでいろいろな会社とこう組んでキッズステーションってシリーズ出してるんですけどファミコンのあの データックとかねスーファミのあのスーファミターボみたいなバンダイがこうハードの上にハードを乗っけてこうハード乗っ取り作戦的なことをやるっていうのはまああったんですけどプレイステーションはもうさすがに CD なんでそういう乗っ取り作戦はないんだけど代わりにこういうコントローラー使ったね「キッズステーション」っていうシリーズを展開しててその中でなぜかアトラスがえー、っと熊野プーさんを出してるとまあそういうような感じになります。 で、まあ、キッズステーションもね、あの、メ,メインの、えっ、ー、と、シリーズは、あの、こんぐらいのサイズで、なんかでっかいボタンで、丸、×三角、四角っていう十字についてるボタンで遊ぶゲームなんですけども、まあ、その後いろんな会社が出すにあたって、どんどん特殊なコントローラーが出てきたんですけど、えっ、ー、と、これがね、こんな感じで、プーさん。 ななかなかこう、まあ、マイクを持ってることが分かる通りね、マイクも重要な要素になるけども、まあ十字ボタンと違うな、方向キーかな、と丸と×のボタンがこう配置されてるようなあのコントローラーになります。まあ実際、プレイステーションね、まあ接続しますけどでまあ熊野プーさん、森の仲間とワン、ツー、スリーね、数字学習ソフトになりますね。まあこういう ほのぼのぼとしたゲームになりますさてニュースの続きを読みましょうか、習、え、氏、ー、は、えー、10日、マスク姿で北京の居住区や病院を視察し、感染防止に取り組む市民や、えー、患者の治療にあたる医療従事者を激励、人民日報はアプリ内の記事の一覧で、この視察を伝える記事に続いて、武漢へ行けとの見出しをつけた記事を掲載した。 幸福省の各地に対する各地域の支援の分担が決定したことを伝える内容で視察とは無関係だったまあそんな感じでね <laughs> えとちなみにワンツースリーはこんなのも入ってるねまあまあいいやこれはででえっと次はなんだ森の教室ね2002年にはね今度は 熊野プーさん森の教室っていうあのゲームソフトを発売しています。これは総合チークソフトってことで、ね、これもキッズステーションなんですけどね。一応ソフト単品で売ってるけども、えー、っと、コントローラーは対応してるはずです。まあ、これもね、100エーカーの森へ森の学校へ行ってみよう。お勉強大好きってなかなかこう刺激的なね。 タイトルなんですが英語3通お絵かき音楽森の仲間たちと一緒に今日は何を勉強しようかなということで、まあ、完全にチーク寄りのゲームですよね、まあ、総合チークソフトですからねというようなこんなのも出てましたとでニュースを続きを読むとただインターネット上では2つの記事の見出しが並んだネット画面を保存した画面あ写真が拡散米政府系のラジジオ自由アジア RFA はこれを取り上げ、感染拡大の中で習氏の動向が久しく伝えられなかったことに世論の不満が高まったと伝えた。香港紙のえーえー、となんだこれ貧乏日報かな電子版は編集者が武漢出身だったのかもしれないとの専門家の談話を紹介したらしいですねで。ちなみにさっきの、ね、森の教室と同じ日に発売されたのが。 えっと、熊のプーさん、森の友達ね。で、こちらは、えっ、ー、と、まあ、これもキッズステーションのシリーズですね。だから、キッズステーションシリーズで、えっ、ー、と、このプーさんっていうのは3タイトル出てるんですけど、今度はね、違うコントローラーがついてます。専用マウスマウスパッドでゲームソフトと。まあ、ちょっとね、変わりましたね。まあ、チークソフトだけども、ちょっとマウスになるとね、操作の。 子供向けのゲームとしてはちょっと操作が煩雑になるんじゃないかなーって気がするけど、まあマウスパッドこんな感じね。まあこうか。まあいいや。で、マウスはまあこういうちょっと可愛い感じのマウスです。まあ一応プレイステーションで接続できるような感じになってて、まあプーさんの絵柄が入ってると。で、あの、まあ時代を感じさせるね、このボールのやつですね。 という感じになってますが、えっ、ー、と、で、ソフトはこんな感じ。まあ、総合チークソフトですね。森の友達だけど、またワン、ツー、スリーって並んでますね。で、これ、裏面は、まあ、な、な内容、内容が <laughs>、内容はこれか、箱を見ようってことかな。で、えっ、ー、と、ゲーム内容はこんな感じ。えっ、ー、と、 1 0 0エーカーの森でステップアップ。今日は EO いいの誕生日、えー。プーさんのマウスを動かして森の友達に知らせに行こう。という感じで。まあ、マウスクリック系なんで、まあ、あれですね。えー、とマルチメディアソフトとかのノリに近い感じのチェイクゲームになっています。はい。うん。まあ、マウスに限定しちゃうとね、ほんとクリック系のこう遊びになったり、まあ、で、まあ、絵とかはね、まあ、色塗ったりするのは。 場所を選んで塗るんで楽なんですけどまあそういうゲームになりがちですよねまあそんな感じですかあとで知事の続きはい、えー、当局の激しい言論統制を受ける、えー、中国メディアは時に公務用な手口で権力を批判する えー、昨年7月に、えー、天安門事件で民,民主化、えー、運動の武力、えー、弾圧を主張した李鳳元首相が死去した際に、えー、中国紙の北京青年,部は青年法は一面に不法記事の下に花束を受け取って喜ぶ学生たちの写真を掲載し物議を醸し出したらしいですね。うん、でちなみに、えーっと その後ね2002年のね9月になると今度はこういうソフトが出てますでプーさんの「みんなで森の競争あで森の大競争」今度はまたトミーに戻ってますね発売元だから多分キッズステーションの権利はアトラスが取ったけど普通のゲームを出すっていうところの権利はトミーが取ってたのかもしれませんでえっ、ー、とこう裏面はいおなじみプーさんがかわいいすごろくゲームとミニゲームで登場 ある夏の日、えー、プーさんはハニーポッドの中から100エーカーの森に眠る森の、えー、宝の地図を発見。宝箱を目指して、えー、宝物を目指して、プーさんと仲間たちの大冒険が始まります。プーさんたちが目指す宝物とは何でしょうって <laughs> まあ、聞かれても困っちゃうんですけどね。という感じでね、あのー、子供向けっていうか、地域系だから4歳ぐらいのね、 子が遊ぶようなものと違ってまあ、大人も遊べるゲームになっているので、えー、と一応ルビア振ってあるけどもちゃんと一通り文字はね漢字が使われてるとまあそういうパッケージになってますでこれが2002年なんですけどもの9月に発売されたんですけどまあその後ね2002年の11月になると習近平さんはねえっ、ー、と当,初当委員長になってで2008年には国 副主席、そして2012年には、えー、と中央委員会の、ね、長になってあ総書記になって2013年には主席になってあちょっと途中忘れてました2011年には熊野プーさん100エーカーの森のクッチングブックの DS ソフトが出てますで2013年に国家主席に収まって現在に至るっていうような感じの、あのー、歴史になってますいや僕は何の説明をしているかよくわからないんですけども まあそんな感じでねあのー、まあ森の森のプーさんじゃないや熊のプーさんというところなわけですよ。でねこの習近平氏のね北京視察を伝えた直後に武漢へ行けっていうこういうねことからいくとまあ僕も武漢へ行けっていう,こう説明をしなきゃいけないと思うんですけども武漢っていうのを、ね、探してみたんだけどね例えばねこう。 プレイステーション2のねゴルフナビゲーターゴルフナビゲーターボリューム1、えー、カ,レドカレドニアンゴルフクラブ、えー、総武漢トリークラブ総武コースブ武,武漢武漢ってこれかなこの漢字でねこう武士の部にねカタカナでカンって書いてあるここでね初めてこう武漢を見つけることができましたけどここでしょうか 出かけけける前ににココーースス回って出かけたコースで差をつける、うん、こう見ておくとね多分武漢に、ね、習近平さんが行ってもこう迷わないんじゃないかなというところなんですけどね。うん、でちなみにあの武漢っていうのは <laughs> どこにあるかっていうことになるんですけど一応こうね史料としてこう「三国志聖地史。 えー、天武スピリッツなるねこう資料があるわけですよまあ、一応これ裏目見ておこうかな、えっと「三国志ブームの頂点に立つリアルタイム歴史シミュレーション」えー「群雄いうの英雄が覇王の扉を今開く」えーっと「とけけんなんなだきら星のごとくごとき名将が戦乱の火蓋を切る」「シミュレーション新時代を潜伏する、えー、空前の歴史巨編」 これ三国志って書いてあるけど、中国っては書かないんですね。うん、ゲームの特色、えーと、新世代ウィンドウシステム、エムビューズ搭載、歴史シミュレーション初のリアルタイム導入、人材活躍活用が勝負を決める官職任命システム、えー、工場兵器を駆使する、えー、迫力の戦闘フィールド、 戦乱を彩る総登場武将数約1,000人史実に基づく確かな時代設定スーパーハミコンマウス対応で操作簡単,簡単操作やっぱりこう三国志の時代っていうのはその中国とか中華まあ中華人民共和国はないけどまあ中国って言葉は出てこないんですねうーんまあね でまあ、一応こう、あれどこ行ったっけあれ、資料が、ここかなちなみにね、こう、まあえー、と中国というと、こんな感じの地図になるわけですよ。見にくいかな。<laughs> えっと、一応ここに海があってね、で、まあ、ここ、台湾だけど、台湾にもなんか州がついてますね。 どうなんでしょうね。歴史的に、この時代の、三国志の時代には、台湾は、中国、関係あったのかなよくわかんない。あ、こんばんは。でちなみにね、えっ、ー、と、まあ、さ、こう、地図で行くと、武漢っていうのは、ま、あここね、高架この辺り。だこの慶州っていうのがあって、ま、あここはあれ、あれですよね。あの、まあ、 まあ三国志時代が形成されると大体上の方が義でここら辺が五で慶州あたりがちょっと切れるんですよね。でこっちが諸ですよね。だから曹操、えー、と,とか曹妃曹妃ですかねもう三国史の三国時代になると曹妃孫権、劉備って押さえてるんですけどまあその中でね、まあ、慶州っていうとこの辺はほら漢右が任されてて。 で途中でいろいろいざこざがあって、まあ、まあその前に石へじがあったりいろいろあるんだけどまあいいや最後関羽がねあのやられてこう攻められちゃうみたいなそういう展開があるような慶州の高架のあたりだから調査のちょっと上のあたりね高架のこのあたりがね武漢ですねはいでちなみにまあこう三国志のマップでいくと、まあ、中国はこんな感じなんだけど今はねなぜかこの辺にあるね あのチベットとかね、この辺にあるねウイグルとかね、この辺にあるあの内モンゴルとかがなぜかこう,こう中国になってるという、ちょっと不気味な感じのね今の中国地図があったりしますけど、まあ、とりあえずああのねあのねプーさんもあの習近平さんもまあここ武漢を目指してほしいという、まあそういうような話でした。はい という感じで、えー、っと、まあ、この話はこの辺でいいかな。まあ、ちなみに、あの、森の熊、なんじゃない、熊のプーさんなんですけど、ゲームソフトとしては、今紹介したものプラス、まあ、DS のね、タイトルぐらいになるんですけど、えー、っとね、なんだっけな、3DS で出てるあの、えー、っとね、ディズニーのね、ゲームが、あのバンダイから出てるゲームがあったりとか、 あの要はディズニー系のゲームがキャラクターがいっぱい出てくるゲームねああいうやつを見ると一応クマのプーさんも出てますでああいうところで出てくるとねあのプレイヤーのキャラクター作って遊ぶからプーさんがねあのこういうなんだろうこうやって見るとプーさんってすごいでかいイメージがあるんですけど実際のところね人と比べてすごいちっちゃいんですよねだからそういうねあのなんだろう プーさんたちの世界観に自分が入ってたようなねゲームで遊ぶとねこうプーさんとこう自分のサイズ感の差っていうのがねスケールの差というかねこうねああの感じるんじゃないかなと思います。はい <laughs> というところですかねそうそう今日ねだからあそう頭の話に戻るんですけど今日ちょっと今日じゃない昨日か昨日あの ちょっと相談事なのかなあのあえー、っとプーさんで有名なゲームといえばヤフーのフラッシュゲームああそうなんですか。 ちょっと僕も家庭用ゲーム以外でなかなかプーさんをこう目指して遊ぶことはないんであれなんですけどうんでそうそうでえー、っとねまあちょっとね昨日の配信でもちょっと話したんですけどなんかちょっと面白そうな話が来ててでまあその結果ねちょっと今あの悩みが悩みをね今悩みを探してるんですよ何があるんだろうね悩みって うんまあ、すごい漠然としてるんですけどね。うん。で、あとね、今日、っていうか、この一週間ぐらいね、こう、部屋をね、少しずつ片付けてるのが、そろそろフィニッシュになるかなと今、まあ、そういう状況なんですけど、なかなかこう、なんだろう、一回動き出すとね、あの、まあ、結局、部屋って、そんなに広い部屋じゃないんで、何かをこう、片そうとすると、 こっちにあるものをこっちに移動するためにはここにあるものをこっちに移動してここにあるものをここに移動してっていうことをやるわけですよ。そうするとなかなかこう落ち着かないんですよね。うん だからこう仕事をやろうとしてるんだけどちょっと落ち着かなくてこう移動し始めると気がつくとそっちのことばっかやってるうちに一日が終わるみたいな、まあ、非常に非効率なんでなあの今日あたりでちゃんとこうフィニッシュをつけようかなとそんな感じに思ってます何だろうなでこれ片付けが終わっちゃうとね悩みがなくなっちゃうんですよね悩み残しといた方がいいのかなこういう悩みはうん まあ、まあそんな感じですね。うんあと何かあったかな今日はちょっとまだ早い気がするんだよね。<laughs> まあいいや、えっ、ー、とね本日の記念日ゲームっていうのをちょっとね紹介しようかと思います。まあ、本日の記念日ゲームね2003年の2月13日に発売された「アヌビス・ゾーン・オブ・ザ・ザ・エンダース」かな。どっちかな読み方は。 まあ、アヌビスですね、まあ。アヌビスシリーズっていうと、えっ、ー、と、PS3 とか PS4 でも多分、リメイクなのかなが出てたりねあの、なんかムービーが追加されたり、いろいろな形でなあの移植されてたりはするんですけど、まあ、一作目に当たるタイトルですね。はい、これがだから、えっ、ー、と、まあ、すごい中途半端ですけど、17周年ですね。 17回目の誕生日ってことになりますね。えっ、ー、とセロ12歳。これは古いセロですねセロマークが。でこう裏がこんな感じ。えっ、ー、と未確認浮遊快感僕らはやっと宇宙で自由になれる。アヌビス・ゾーン・オブ・エンダースはえっ、ー、とオービクル・フレームジェフティはやつり 斬る、撃つ、つかむの3つの攻撃を駆使して無数の敵をなじ倒すアクションゲーム重力に縛られない快感操、えー、快適操作と未体験の爽快感を生み出す軍事要塞アーマーンの指導、えー、バフラム軍の反乱、えー、人類滅亡の鍵を握るジェフティとアヌビスの戦いの行方は 22, 22世紀の二世紀の。えー 火星を舞台に壮大なスケールで描かれる史上最強の爽快ハイスピードロボットアクションついに登場っていうねハイスピードロボットアクションってジャンルが振ってありますねえー、っとおアヌビスあ興奮してますね小島監督芸の隠れ名作 <laughs> 隠れクエスチョンどうなんでしょう隠れてたのかな隠れてたかどうかはちょっと分かんないですね うん、まあ確かにメタルギアの印象が強くなりすぎてメタルギア以外で小島監督の作品みたいなのがちょっと語りにくくなってる時代だったかもしれないですけどただ小島監督ってプロデューサーでしょ基本だから多分立ち回り的にはいろんなのに関わるチャンスはあったんじゃないのかなとそんな気がしますはい。 ね、だからこういう作品にどのぐらいこう首を突っ込んでるかですよねそういう意味でいうと、まあ、一応ここに、えー、とプロデューサー小島秀夫ディレクター村田なんだ村田修陽っていうのかなって入ってますねで多分ねゲームボーイ・アドバンスとかプレステ2とかの時代って割と小ミさんもねあの いちいちこうプロデューサーサ名入れるようになったんですよこの時代多分その後なくなってるけどこの時代だけですよねこういうプロデューサー名とかねあと会社がいろいろあったんでそのこれのちょっと前かな会社の会社名がそのままブランドになってたりとかねまあそういうのやってた時代ですけど最終的に多分あのコジプロぐらいしかそのブランドが残らなかったんでまあそんなのはまあ <laughs> どうでもいいって話ですけど。 これ、珍しいですね、これ。ここにね、あの、www.conami.jpn.com って、こう、アカウント入ってるけど、これ今生きてんのかなこれ生きてないような気がしますよね。僕らの太陽とかもありましたよね。あ、ありましたね。僕らの対応も。だからほら、プロデューサーだから多分大まかなところを決めたら、こう、その後、そんなやってないんじゃないかな、メタルギアフロは なんかメタルギアは多分シナリオとかその辺とかすごい細かくやってそうだけど僕らの対応でなんかシナリオとかその辺とかを詰めてるイメージはないですよねまあ実際のとこわかんないけどねうん、なんかあるかな取説情報はうん まあ、ちなみにえっ、ー、とまあ、アヌビスの解説書の最終ページにはえっ、ー、とゾーンオブジェザエンダースのえっ、ー、と廉価版プレイステーションザベスト版プレイステーション2ザベスト版がの広告が入ってますね。戦える君と一緒なら重力に縛られない快適なえー。 操作感とと出会いと成長を描く感動のドラマが好評を博したロボットアクション低価格で低価格で再登場「メタルギアソリッド」シリーズの小島秀夫2001年プロデュース作品あ今見るとこ,ここまでちゃんと明確に「メタルギアソリッド」シリーズの小島秀夫2001年プロデュース作品」ってこうわざわざあのー。 まさかメタルギアソリッドとは違うタイトルなの全くこう別枠のタイトルなのに入れるんですね小島さんの名前をまあ、逆に言うと多分小島さんの名前がそこまで強くないってメタルギアの方が強いからメタルギアシリーズのプ,あのプロデューサーの小島さんの関わってる作品っていうのをこう明確にアピールしたのかもしれないですけどねうーん。 まあこういうのね、社内的にどうなんでしょうね。小島監督の名前を詰めましょうとか誰かが言うのか、逆に小島監督が、いや、俺のプロデュースだから書いてくれっていうのか、まあ、この辺というのはちょっとこう、どうなんでしょうね。あ、アニメ版、えアニメ版もね、うん、まああ,あ、ここね。 うん、まあそんなもんかなこれに関してはということでちょっと早いかなまあいいやあそろそろ終わりになっても大丈夫ですね <laughs> 好きだったけどマイナーうーんどうなんでしょうねでもアヌビスに関しては2018年にね PS4 版が出てるのでまだまだ あの小島さんなしでもやっていけるのかもしれないけどもまああのねメタルギアの,あのゾンビゲーみたいな怖さもあるんで何とも言えないけどまあまあでも続編出るかもしれないですよねわかんないけど <laughs> まあということで本日はこの辺りにしようかと思います以上作艦でしたおやすみなさいあいいねありがとうございます